こんにちは、TS メグです。 TS メグの塗り絵チャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、何かと言いますと、とうとう見てきちゃったんです。私の一番大好きなアニメっていうか、もう一番大好きな映画というか作品というか、もうこちらです。ダーン、エヴァンゲリオンです。新エヴァ、もうやっと見に行ってまいりました。まあやっとって言ってもね、公開してからそんな経ってないんですけど、もう待ってたよね期間が長かったから、すごいやっとって感じがするんだけど、もちろん今回はね、あのネタバレはなく、まあ内容のことはもう一切言わずに、行こうと思うんですが、じゃあ何かと言いますと、グッズですね。私あんまりそのグッズって買わないんですけど、最近はね、昔はよく買ってたけど、最近あんま買ってなかったんですけど、今回もあのパンフレットだけはどうしても買いたいなって思ってたんですが、ちょっとねふらりとグッズの方を見に行ったら、ものすっごい嬉しいものがあったので買ってしまいましたよっていうご報告ですもしもね、これから見に行く方で、まだ売ってたりとかしたらね、見てほしいなーなんて思うので、ちょっと紹介したいと思います。というか、私がただ紹介したいだけっていうね、うざいファンですが、すいません。じゃあちょっとね、これはね、何人だったっけな、なんか先着でもらえる、なんか、アスカちゃん書き下ろしのやつですね。うん。これ中は、にもなんかちょっと、こうペロッと開いて、中もなんか絵があります。で、まあ、何買ったかっていうと、普通に、まあ、パンフレットは買いました。でも絶対これは映画を見る前に見ない方がいいです。ネタバレ注意、かなりネタバレ注意です。そして、次。これすごいよ。これをね、じゃじゃーん。見て欲しかったの、これ、色鉛筆。ネルフオンリーです。ネルフ本部支給、色塗り用筆記具ですよ。ネルフ本部支給、色塗り用筆記具ですよ。2回行っちゃうよね。これをね、今ね、開ける前、まだね、開けてないの。これね、まだ開けてない。どんな感じなのか見てないの。だから今一緒にみんなと見ようと思って。これ。補助軸と鉛筆削りも1個ずつついてるそうです。12色入り。ね。ああ、開けるちなみにお値段こちらですね。1600円。プラス税。ね。ああ、開けますか。ね、せっかくなんでね、開けます。いや、色鉛筆がね、まさかね、置いてあるなんて思わなくて、もうこれはもう色鉛筆、ネルフの本部が支給してる色鉛筆なんてもう買うしかないよね。ね、じゃじゃーん。さあ行かせていただきます。はい、押してね。じゃじゃーん。お、全く何のマークも特にないですあ、補助軸、短くなったやつが使い入れられる。こんなの入ってるのあんまりないよね。何でも使えるのかな、これ以外も。ちょっとこれホルベインの、あ、いける。しかもなんかさ、ギュッギュッギュッとかしなくていいからすごい楽。ほんとキャップの長いバージョンいいんじゃない。あ、これ補助軸めっちゃ良さそう。この補助軸だけなんか売ってほしい。いいよいいよ、これすごい使いやすそう。他の色鉛筆の種類でもいけるのか。はい、じゃあトンボ色鉛筆だ。トンボ色鉛筆、あ、全然ジャストフィット。なんかトンボ色鉛筆とか細身だから結構入りやすいんですけど、このねホルベインとかこう太いのに入るっていうのは嬉しい。ギュッてやったら全然入る。
あ、いい感じ。いい感じ。いい感じな気がする。うん。いいと思います。あ、いいじゃん。あ、いいね。お補助軸いいですね。あとはまあ、ほんと普通に、ドシンプルな。もうどこも、メーカーもわかんないけど無地の、まあもここに黄緑っていうんだけ書いてある普通の色鉛筆です。でもネルフが支給してくれてるやつだからさ、それはシンプルでいいと思うね。お、鉛筆削り、これポンキーとかもいけるのかな、ね、これいいと思います。これついてるの嬉しいですね。もう何よりもこれよ、箱買いよ箱買いって言っちゃったね、万が一鉛筆、ね、色鉛筆全部使い終わっても、色鉛筆全部使い終わってもこの缶はもう絶対永久保存版でいきます、ね、というものです。めちゃくちゃ上映ってるじゃあ次はこちら、じゃじゃーん、エヴァンゲリオン自由帳。もうほんと懐かしのあの自由帳をモチーフとされている感じですよね。うん、あの自由帳ですね。まあ、ネルフの極秘資料にもなるという、このネルフのね極秘資料にもなるというこの極秘自由帳ですよ。こっちはちょっとまた違うね。エヴァンゲリオン 3.0 たす 1.0 自由帳。かっこいいね。もうこのエッフェル塔やばいんだけど、ネルフマークと、まあ普通に中は無地と、あ、今でも言動クイズっていうのがついておりますねえ、信じらんない、面白いんだけど、言動クイズっていうのがねついております。これいつ言ってるやつかってことだね。どの線言動がどのセリフ言ってあるか覚えてるかな。なんで言動なの、ちょっと面白いんだけど。あとはあみだくじ占い、なんかあみだ吹いてなんかこうキャラのとこに行くみたいなのがついてますっていう自由帳。ただね、この自由帳はね、もうファンじゃなきゃ絶対買わないと思うような値段ですだって400円するの、400円しますね、だから440円、税込みで400円プラス税ですね。はい、でも私にとっては全然です。もう最高です。もう使えるかな、もう本当にね、何も普通のターンの無理だけど、貴重すぎて使えるか自信ないというもの。さらに次、なんともうこれがメイン、これ一番嬉しかったやつ、まさかまさかの、じゃーん、エヴァンゲリオン塗り絵です。マジでーって思って、もう手が震えた、見つけた時えって思って、この文字見た時ノートかなって思った、えって思ってさ、なかったんですよこれね。ラス2だったの。そう、ラス1だし、もうラス2でもう最後2冊で、私絶対塗り絵2冊は最低買うんですけど、もうね、在庫ありますかって聞いたらもうないって言われて、なんか同じものも3個までしか買えないみたいな感じだったんですよね。でもう3個あったら3個買いたいと思ったんだけど、2個しかなくて、私が行った映画館はもうこれで終わりっていうことで、自由帳はもうちょっとあったのかな、なんか塗り絵終わりだったから、もう急いでギュッと握りしめて買いましたね。えもう嬉しすぎる、かわいい。なんか中はもうほんと子供用の塗り絵みたいな感じになってるんだけど、ちょっとね中をねあんま見せちゃあれなのかな。でもね、シトが多い、なんかシトの絵が多くて、で結構少ないと思うページ数が。普通にこういうさ、このディズニープリンセスの200円とかで売ってるこのページ数よりもだいぶ少ないだいぶ少ないんですよ、わかる、だいぶ少ないんだけど、お値段がなんとこちらも400円でございます
でもいいの。エヴァファンは関係ないから、もうそういうエヴァ価格はもうね、もちろんもう手に入れたこと、多分私これ1000円でも買ったんじゃないかって思うぐらい本当に嬉しかったので全然問題ないです。でもまあすっごい興味ない方にね勧めるほどのあれでもないと思うんですが、人が多いからなんか、うん、人物ももちろんいるんだけど、もう見てこれ、ラミエルなんかこんなんだからねでもラミエルが一番塗りたいかもしれない。ちょっとだけ見せちゃったけど、あとはこんな感じです。もう塗れるかなっていうぐらいちょっとすごく貴重で、またもやちょっとまだね塗る勇気が出ない、嬉しくって。ただちょっとみんなに購入品紹介をしたかったので見せちゃいましたただの自慢とも言いますはい、ということで、今回ねなんかねもうそんなになかったんじゃないかな、なんか新幹線のエヴァンゲリオンのグッズとかはあったりしたんだけど、うん、あとなんかアクリル板みたいなのとかあったかな、なんかキャラの形のとか、あとロールバンドノートとかもあったんだけど、ちょっと今回はこっちの自由帳と塗り絵と色鉛筆を購入させていただきました。あとはパンフレット買いました。ね、もしもねこれから見に行く方で、まだねこう売ってたよっていう方いたら、ぜひねエヴァ好きの方はこちらご購入いただくといいんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。うん、この塗り絵よ、塗り絵がまさか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 、もうほんともっと出てほしい。あ、本当に本当に本当にエヴァの関係者の方、ぜひ塗り絵を、もう大人の塗り絵だろうが、もう高かろうが、なんだろうが、ぜひ買うので、ぜひ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 、もう昭和ノートさんとか、ね、サンスターさんとか、お願いします。エヴァの塗り絵をまた作ってほしいです。はい。というね、今回はエヴァの購入品の紹介でした。映画の以上です。今度ねまたでもね勇気が出たら本当に塗り絵塗っていこうと思うので、その時また見てください。あ、頑張ろうそれじゃあまた、このその時は、ね、このネルフ塗り絵、ネルフ色鉛筆で塗っていこうかなと思うので、ぜひお楽しみにしてください。あ、お絵描きするかもね、あとエヴァの絵とか描いちゃうかもしれない、まあわかんないけど、勇気が出たらまたやりますそれじゃあご視聴ありがとうございました。ぜひ楽しくエヴァを見に行ってみてくださいね。私はもう一回絶対見たいなと思っておりますそれではまだ見てない方は本当ネタバレには気をつけてお過ごしください。さようなら。ご視聴ありがとうございました。インスタグラムの方もぜひフォロー忘れずによろしくお願いいたします。いろいろな動画や写真の方アップしてますので、ぜひぜひご覧になってみてください。オンラインレッスンの方もやってます。概要欄の URL から登録いただくと、レッスンで使える500ポイントをプレゼント中です。いろいろなレッスンがあるので、ご自分に合ったレッスンを見つけてみてください。お待ちしてます。今回もご覧いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。